今日も、岡部友さんの桃尻トレーニング30デイズをやっていきます。今日は11日目太ももにバンドをつけてやっていきます。四つん這いになって足を上げる。これを15回もしくは20回でいきます。で今日は20回でやっていきます。できる人は、もう1セットやっていきます。お腹、腰が反らないようにお腹の力が抜けないようにやっていきます。足を変えます。次いきます。次は台を使います。背中につけてお尻を浮かす。
足をできるだけ開いて2秒キープで戻る。これを15回から20回を2セットいきます。今日は20回を2セットいきます。少し休んで2セット目いきます。では2セット目1 2 318
い人は3セット目いきましょう。それでは、3セット目いきます。お疲れ様でした。今日ね、これで岡部ともさんの桃尻トレーニング30です11日目は終わります。バイバイ。